内田さん、おいおい、今自分自身の課題として重心が前に突っ込んじゃうっていう課題があるんですけど、はい、そういった選手に向けてやっておいた方がいい練習とかってありますか？左足が完全着地するときに突っ込みすぎちゃう選手っていうのは、まあ、現場で見せても多いし高いレベルでも多いなっていう印象があって、個人的におすすめな種目をお伝えすると、足上げてからこの平身の過程とか、まあ、それ以降の過程って意識的に何か直すのってやっぱ難しくないですか？実際そうですね、やっぱ意識しちゃうとどうしてもエラーが起きやすいかなって思うんで、うんうん、だからまさに無意識でできるだけ直した方がいいなって個人的には思っていて、まあ、それこそ今ちょうどこうメディシンがあって、それを傾斜を使ってメディシンボールのプッシュとかをやろうとした時に、こうやって突っ込んじゃったらもうこっから投げるまでの距離が取れないから強く投げれないんですよ。傾斜使うけどこいつをとにかく強く投げようとしたら自然とグッてこう残ってくるようなイメージってやってるうちに絶対湧いてくるんで、こう傾斜を使ったメディシンのバーンっていうこういうプッシュスローだったりとか、ピッチングとかキャッチボールの中でやるのは難しいんで、これをプレーボールを使ってあげて目線に叩くっていう意識をして投げてあげるとか、こうやって突っ込んじゃったらこうやって撫でるような投げ方に絶対なっちゃうんで、ボールをしっかり叩こうとしたら自然と残ってきたり、まあ、単純にこう傾斜を使って練習してあげたり、メディシンをめっちゃ強く投げるとかはありかなって思っていて、よくなんかなんとなくの考えでやっちゃって危険なのが逆傾斜、突っ込むから体を残そうとして逆傾斜でやる選手とかって多いと思うんですけど、残すイメージを沸かすのにはいいのかもしれないですけども、冷静に考えて逆の傾斜でじゃあこの形がしっかりできましたってなった時に、じゃあまずそれ平地で行った瞬間に単純に平地でも突っ込むし、もっと言えば傾斜、そのラグが発生したら余計突っ込む練習になっちゃうんで、逆傾斜っていうのは意外と安易に突っ込んでから後ろ残すために逆傾斜やろうっていうのはむしろ突っ込むことにつながりかねないんで、まあ、自分はこう傾斜使って野球以外のメディシンとか、まあ、どうしてもっていうんだったらその傾斜使ったプライオとかで直していくのがいいんじゃないかなと考えてます。ありがとうございます。